1431年から1435年にかけてのリトアニアの内戦は、ピータータスが1430年に後継者を残すことなく、没した後に勃発したリトアニア大公国の行為をめぐる争いである。この内戦は、ドイツ騎士団と同盟した守備取りイらと、ポーランド王国の支援を受けたジーキマンタス、ケース・トゥタイティスとの間で行われた。争いは、 クレボの合同で締結されたポーランドとリトアニアの同訓連合を破壊する恐れがあった。シュビトリガイラの同盟者であるドイツ騎士団総長パウルス・フォンルスドルフはポーランドドイツ騎士団戦争を開始したが、シュビトリガイラのために勝利を確保するのに失敗した。1432年にシュビトリガイラが成功を収めることでリトアニアの権力を掌握すると、 リトアニアは2つの勢力に分裂して3年に及ぶ国土を荒廃させる争いが始まった。ドイツ騎士団の夜守備取りがいらへの支援の継続を中断させるためにポーランドは1434年のフス派によるプロイセン進行を支援した。争いは1435年9月に行われたパヴァイスカスの戦いで守備取りがいらとその同盟者である。 リボニア騎士団の決定的な敗北で終了した。守備リガイラは1437年に最終的に降伏した。ジーギマンタスは1440年に暗殺されるまで、たった8年間統治しただけであった。内戦に先行すること10年間、リトアニア大公国とポーランド王国は1385年のクレボの合同、1392年のオストルフの合意、 1413年のホロドー合同を含むいくつかの細々とした合同を行ってきた。二つの国家は1410年のグリンバルトの戦いで共通の敵であるドイツ騎士団を撃破するのに成功した。敗北したドイツ騎士団は弱体化したが完全に打ちまかされたわけではなく小規模の戦闘に従事した。不明瞭な形で統一された。 国家内の緊張は戦闘後も耐えることなく続いた。ブワディスワフニセイとビータウタスがカトリック教会に改修する一方、聖教徒のエリート層はリトアニアの幾人かの貴族層と共にポーランドとの密接な合同に反対した。1430年10月27日にリトアニア大公ビータウタスが後継者いし衣装を残すことなく救世した。 ビータウタスは1430年9月にリトアニア国王として退官する予定であったが、ポーランド人によって王冠が届くのを妨害された。モスクワ大公バシーリー一世に嫁いだビータウタスの一人娘ソフィアは一人息子バシーリー二世を設けていたが、バシーリー二世は聖教徒であったことから最近にキリスト教家されたカトリックの大公国の指導者になることはできなかった。 モスクワ大公家の政教信仰への執着は同時に、その他多くのゲデミナス家の人物が、大公請求者となるのに、妨げとなっていた。そこでビータウタスの弟で法的な後継者である、ジー・イマンタス・ケース・トゥダイティスとそのいとこの守備取りがいら、という、最も安定したカトリック教徒である二人の後継者候補がいた。リトアニアの貴族は、一方的に、 シュビトリガイラを新大公として選出した。これはリトアニア人はポーランドの了承を得ることなく大公ができないという1413年のホロドを合同に違反するものであった。ルテニア人の支持を得るためにシュビトリガイラはカトリックと聖教徒の貴族に同等の権利を与えたが、これは短い統治期間中に最終的に達成された。この時にシュビトリガイラの兄である。 ポーランド国王ブワディスワフ2世がリトアニアを訪れた。1431年11月7日に、ブワディスワフ2世は、守備取りがイラ大公くらいの選出を承認する旨を、述べ、1432年8月に、ポーランド・リトアニア間の関係が公的に定義された。しかしながら、1411年に、ビータウタス生存期間中に限って、リトアニアが支配することが同意されたポジーリアと、 ボルイーニをめぐる、領土上の争いが原因で、武力衝突が勃発した。EN、アレクサンドル・ギャグニーニーによる守備取り外ら。ポーランド軍がポジーリアに侵攻した時に、守備取り外らは、ビリニュスで、兄のブワディスワフ2世を逮捕した。ブワディスワフ2世は、ポジーリアをリトアニアに変化することを約束した上で、解放された。 ズビグニエフ・オルスニッキー率いるポーランド貴族は1431年2月にサンドミシュに集結した。憤慨したポーランド貴族はブワディスワフ二世の制約を無効にし、シュビトリガイラがブワディスワフ二世に対して忠誠を認めることを要求した。シュビトリガイラはこれを拒絶して完全な独立を公言し、神聖ローマ皇帝のジギスムントフォンルクセンブルクに 対して、ビータウタスに授けられる予定であった王冠を求めたり、さえもした。いくつかの手紙によると、シュビトリガイラは、ジギスムントへの忠誠を約束し、モルダビアのボイボドの娘との結婚について論じていた。シュビトリガイラは反ポーランド勢力の幅広い連携を、組織した。シュビトリガイラは、ドイツ騎士団、神聖ローマ帝国、モルダビア、ジョチウルス、及び、 リトアニア大公国東部の諸公と交渉を開始した。同盟者として再再現の支援を約束してくれたのがグルンバルトの戦いで自身を敗北させたポーランドリトアニア連合の解体を目指すドイツ騎士団であった。1431年6月にシュビトリガイラとドイツ騎士団はクリストメーメルの条約に調印した。シュビトリガイラは同時にポーランド南東部を攻撃する。 アレクサンダル全領公を率いるモルダビア勢とも同盟した。1431年6月25日にポーランド軍はボルイーニに侵攻した。ポーランド軍はボルイーニの一部、ホロドーボロディミルボリンスキー、ザラスを征服して、ルツク付近で守備取りがい来軍を撃破した。しかしながら、ポーランド軍はリューバルト城の奪取するのには失敗した。同時に、 ドイツ騎士団は、クリストメーメル条約を遂行する形で、戦線復刻すると、ポーランドに侵攻した。細やかな対抗を見出したドイツ騎士団は、EN ・ニーサーウィの街を占領する形で、ドブ人の地を荒廃させ、クヤびを呼び、クライナ地区への進撃を試みた。しかしながら、ドイツ騎士団は1431年9月13日に、ナケル付近のドブキの戦いで敗北した。 リューバルト城を包囲していた守備取りイラは8月20日に和平の交渉を申し出た。8月26日に合意が達したことでいわゆるルツク、戦争は終結した。1433年6月24日までの公式な休戦が9月1日に e ヌストルジェ・チャトリスクで締結された。合意はよりポーランドに対して好意的なものであった。しかしながら、 急戦は強調された対立を解決するものでなかった。ポーランドがリトアニア貴族を守備取り外来に対して反逆させたことで、紛争は外交的争いに一変した。G.E. ーーマンタス・ケース・トゥタイティスの印象。1432年8月31日に、セミオン・オルシャンスキー、ペトラス・マングリダイティス、ヨナス・ガシタイティスを含む陰謀者は、E.N. アシュミニーで野営していたシュビトリガイラと、その護衛兵を襲撃した。シュビトリガイラは、やっとのことで、ポロックに落ち延びた。陰謀者は新大公として、ビータウタスの弟であるジーギーマンタスケース・トゥタイティスを、据えた。どのグループがなぜ、ジーギーマンタスを支持したのかは明らかではない。可能性としては何人かのリトアニア貴族は、政教諸公に譲歩したシュビトリガイラと不仲であったが、 クーデター以前には反対の意思表示そのものは見られなかった。クーデター以前にリトアニア統治の主要な役割を果たさず、当初は守備取りがいらを支持していたジーギーマンタスはポーランドとの合同政策を再開した。1432年10月15日にジーギーマンタスはビリニュースラドム合同を確認したホロドーの合同に調印し、 ピーター・タスと同等の権利を与えられて自身の統治期間を楽しんだ。ジー・イ・マンタスが死ぬとリトアニアはポーランド国王に帰することになっていた。ジー・イ・マンタスはまた継承していたポジャーリャとボルイニオ・ポーランドに譲渡した。貴族の支持を得るために1434年3月にシュビトリガイラは聖教徒とカトリック教徒に同等の特権を与えた。特権は 貴族の相続地の売買、交換、贈呈の権利を保障するものであった。農民に依存する階級である EN、ベルドミスは、税と国家への奉仕から解放され、その収入は貴族に属すことになった。貴族は裁判抜きで罪を罰せられたり、牢に入れられることはなくなった。リトアニアは GE マンタスを支援する側と守備取りがいら側に二分された。 ここに3年に及ぶ国土を荒廃させる戦闘が始まった。1432年12月8日に、シュビトリガイラとジーギマンタスの各軍勢はアシュミニー付近で合流した。シュビトリガイラは、ジョチウルスのハーンであったシャイド・アフメド一世からの支援を取り付け、ローマ教皇のエウゲニウス4世に手紙を送って、バーゼル公会議での教会合同を約束する、見返りとしての指示を求めた。 守備取りがいらの計画は首都ビリニュスをついて行為を奪還するというものであった。双方とも大きく損耗したが最終的に勝利を収めたのは g ーギマンタスであった。ドイツ騎士団は公的には休戦を中止したが密かに守備取りがいらへの指示を続けたがそのほとんどが支部のリボニア騎士団を介してであった。1433年6月にポーランドは ドイツ騎士団によるリボニア騎士団経由での守備取り外来頼の密かなる指示を止めさせるためにチェコ人のフス派と同盟を締結した。ドイツ騎士団はフス戦争中、異教徒たるフス派と敵対していたジギスムンとミカドとローマ教皇を支持していた。フス派の最終的かつ最大規模であった華麗なる調整期間中、EN、ャンチャーアペックオブサニー率いるチェコ軍は、 ポメラニア公ボギスラフ旧世とスルプスク公国からも支援を受けていた。4ヶ月にわたってフスハはノイマルクとポメラニア、西プロイセンのドイツ騎士団の領域を荒廃させた。フスハはケーニッツ、シュエッツ及びダンツヒを攻撃した。フスハは1433年8月29日にダーショウを統治して死後にポーランド国王に譲渡するという案でポーランドとの 和解を試みた。しかしながら、ジー・イマンタスへの抵抗が強かったことから、ポーランド議会は、条約の批准を避けた。1437年に、シュビトリガイラは、モルダビアに亡命した。ジー・イマンタス・ケース・トゥダイティスの統治は1440年に、彼が暗殺されたことで短いものになった。シュビトリガイラは1442年に、亡命先から戻り、死ぬまでの10年間、 ルツクを統治した。1426年に生まれた、ブワギスワフ2世の息子であるカジミエラスは1440年に、リトアニアを統治する一族から世襲のホスポダールの承認を得た。この出来事は、歴史家の EN、チェルジア・ラカウフスキーと EN、ユベール・ザワドスキーの相反する記述から見受けられる。ありがとうございます。